レッスン1活力を与える習慣ねえ、アンナ、緊張を和らげる方法としてストレッチを試したことはありますかこんにちは、ジョン。はい、ストレッチは特に長時間座った後にとても気持ちいいです。本当にそうなんです。ストレスを軽減し、1日を通してエネルギーレベルを高めるのに役立つことが分かりました。 絶対に、私はいつも仕事の休憩中に簡単なストレッチをしますそれは賢いアイデアですね短い散歩も好きです心がすっきりします歩くのは素晴らしいことです血流が良くなり頭がすっきりしますやってみたいお気に入りのストレッチはありますか サイドストレッチが大好きです。背中の感触がすごいです。あなたはどうですかハムストリングのストレッチを楽しんでいます。トレーニング後には本当に役立ちます。それはいいですね。それを私のルーティンに加えるべきです。他にはどんな習慣がありますか 私は水をたくさん飲むようにしています。水分補給はエネルギー源の鍵です。はい、私は水を十分に飲むのをよく忘れます。それは大きな違いを生みます。本当にそうなんです。また、フルーツやナッツなどの健康的なスナックも必ず食べるようにしています。素晴らしい選択です。健康的なスナックを食べると、 後になってエネルギーが失われることなくエネルギーを維持できますその通り、すべては毎日の習慣のバランスを見つけることです同意します小さな変化が気分の大きな改善につながる可能性があります確かに、これからもお互いに励まし合い、元気に活動していきましょう レッスンに食品保存の秘密ねえ、あんな一部の食品は適切に密封して保存すれば長期間保存できることをご存知ですかこんにちは、ジョン、本当ですかどれくらい長持ちするでしょうか正しく行えば最長1年あるいはそれ以上長持ちします それは印象的ですね。どのような種類の食べ物について話しているのでしょうかドライフルーツ、野菜の缶詰、真空パックされた肉などが良い例です。ドライフルーツが大好きです。彼らは完璧なスナックを作ります。お気に入りはありますかはい。アプリコットが大好きです。甘くて噛み応えがあります。 あなたはどうですか私はマンゴーのファンです。とても美味しくて栄養価が高いです。絶対に乾燥させることで風味が保たれるのは驚くべきことです。これらの食品を適切に密封して保存する方法を説明できますかもちろん。 ドライフルーツの場合は、完全に乾燥していることを確認してから密閉容器に密封してください。わかった。缶詰の野菜はどうでしょうか品質を維持するために、冷暗所に保管してください。それ割にかなっています。真空シールはどうでしょうか本当に効果があるのでしょうか はい、空気を取り除き腐敗や冷凍焼けを防ぎますうわお菓子を真空パックにしてみようかな便利そうですねあなたがすべきお金を節約し無駄を減らすのに最適な方法ですさらに 健康的な軽食を手元に用意しておくことは、双方に利益をもたらします。その通り、大切なのは、食べ物の選択を賢く行うことです。レッスン3自分を正しく扱うねえ、アンナ、日中に自分にご褒美をあげることがありますかこんにちは、ジョン、もちろんです。 私は自分自身に休憩やおやつなどの小さなご褒美を与えるのが好きです。それは素晴らしいアイデアですね。好きなおやつは何ですか私は新鮮な果物、特にピーナッツバターを添えたリンゴが大好きです。とても美味しいです。うーん、私はダークチョコレートの方が好きです。 ちょっとした贅沢気分ですね。ダークチョコレートが美味しい。他に好きなお菓子はありますか時々、美味しいお茶を楽しみます。リラックスするのに役立ちます。お茶って素晴らしいですね。私はハーブティー。特に寝る前のカモミールが好きです。 とても癒されますよ。仕事や勉強中に休憩を取りますか？はい、私は1時間ごとに短い休憩を取ることを自分に思い出させるためにタイマーを設定しました。頭いい。それは私に集中力とエネルギーを与え続けます。休憩中は何をしますか？頭をスッキリさせるために少しストレッチしたり。 少し散歩したりします素晴らしいアイデアですね私は音楽を聞くのが好きですそれは私の気分を高めますそういう意味では音楽は素晴らしいですね本当に気分が高揚しますその通り自分自身を大切にすることで日々に大きな変化をもたらすことができます同意します 小さなことに喜びを見つけることが大切です絶対にお互いに励まし合って当然の休憩をとるようにしましょうレッスン4旅行の楽しみいやアンナもうすぐジャマイカに行くって聞いたよこんにちはジョンはい 私はとても興奮しています。素晴らしい旅になるでしょう。信じられないですね。滞在中の予定は何ですかビーチを訪れ、地元の食べ物を試し、文化を探索したいです。素晴らしいアイデアですね。これまでにジャマイカ料理を試したことがありますか 私は食べたことはありませんがジャークチキンは必食だと聞きました絶対に。旨うまみが詰まっていて美味しいですきっと気に入っていただけるでしょう待ちきれない滝にも行ってみたいです写真を見ましたが息を呑むような美しさですはい。 ランズリバー滝は人気のスポットです。滝に登ったり、プールで泳いだりできます。すごく楽しそうですね。必ず旅程に加えます。夜に何かアクティビティの予定はありますか生のレゲエ音楽を聴きたいと思っています。 そこは本当に活気があると聞いています。素晴らしいアイデアですね。ジャマイカには豊かな音楽シーンがあります。すべてを体験するのが待ちきれません。旅行中に安全を保つためのヒントはありますか注意に注意し、持ち物を安全に保管してください。 良いアドバイスです必ず気をつけていきます全く問題ありませんジャマイカで素晴らしい時間を過ごしていただければ幸いですレッスン後、オンタリオ州の物語ねえ、アンナ、オンタリオ州の最近の状況について聞いたことがありますかこんにちは、ジョン、はい それについて何か読みました。どうしたの彼らの家と地元の居酒屋の両方で、いくつかのコミュニティの集まりがあったようです。それは面白そうですね。彼らはどんな集まりをしているのでしょうか人々が集まり、地域の問題について話し合い、 ストーリーを共有しています私はコミュニティの集まりというアイデアが大好きですつながりが強化されると思いませんか絶対に誰もが自分の意見を表明しお互いをサポートする機会です彼らが話し合っている特定のトピックについて聞きましたかはい 彼らは地元の公園やコミュニティサービスの改善について話していますそれは重要です公園へのアクセスは本当に生活の質を向上させます絶対にそして人々が率先して行動するのを見るのは素晴らしいことです同意します コミュニティが共通の目的のために団結するのは刺激的です。コミュニティの集会に参加したことがありますかはい、あります。私たちのアイデアがどのように変化をもたらすことができるかを見るのはやりがいがありました。それは素晴らしいですね。解決策の一部になることが力になります。 確かにもっと多くの人が自分のコミュニティに参加すべきだと思います。これ以上同意できませんでした。力を合わせればプラスの影響を生み出すことができます。レッススンン6ストリーミングの楽しさねえ、アンナ、その新しいストリーミングサービスはチェックしましたかこんにちは ジョン、はい、大好きです。画面の品質はビデオを見るのに最適です。同意します。視聴体験が本当に向上します。どのような番組を見ましたか私はすでにいくつかのシリーズを読みました。ストーリーテリングが魅力的です。あなたはどうですか ドキュメンタリーシリーズを終えたところです。有益であり、面白かったです。それは面白そうですね。気に入っている特別な機能はありますかはい。パーソナライズされたプレイリストを作成するオプションが気に入っています。お気に入りを見つけやすくなります。 それは便利ですね。エピソードをダウンロードしてオフラインで視聴できる機能にも感謝しています。絶対に、旅行中やインターネットが遅いときに最適です。さらに、私が見たものに基づいて番組を進めてくれるのも気に入っています。私もです。 そうでなければ見つけられなかったかもしれない新しいコンテンツを私に紹介します。大画面で見るのが好きですかそれとも携帯電話で見るのが好きですか私は映画を見るには大画面の方が好きですが、携帯電話は外出先で簡単なエピソードを鑑賞するのに最適です。こっちも一緒。場所に応じて選択肢があるのは良いことです。 その通り、ストリーミングはエンターテイメントの楽しみ方を変えましたレッスン7新しい名所の探索ねえ、アンナ、明日どこに観光に行くか決めましたかこんにちは、ジョン、まだ考え中です美術館に行ってみようかと考えています それは素晴らしい選択だと思います。素晴らしいコレクションを持っていると聞きました。はい、私はアートを探求するのが大好きです。本当にインスピレーションを与えてくれます。あなたはどうですか植物園へ行こうと考えています。この時期は綺麗だと聞いています。 それは素敵ですね。自然に囲まれて楽しんでいます。そこで何が見たいですか花の展示も見てみたいです。珍しい種類もいると聞きました。それは刺激的ですね。異なる気候の植物を見るのは素晴らしいことでしょう。 その通り。そして、落ち着いた雰囲気はリラックスするのに最適です。同意します。都会の喧騒から少し離れてみるのもいいですね。カメラを持っていく予定ですか絶対に美しい瞬間を撮りたい。写真も撮りますか はい。写真が大好きです。私の冒険を思い出すのに最適な方法です。どんな写真を撮るのが楽しいですか私は風景写真。特にゴールデンアワーの写真が大好きです。光は魔法です。それは素晴らしいですね。庭園からの写真を見るのが待ちきれません。 ありがとう。あなたのアート写真も見てみたいです。私たちの経験を共有しましょう。レッスン8通貨に関する会話ねえ、アンナ。旅行のために通貨を両替しようと考えていたんだ。こんにちは、ジョン。それは賢いですね。外貨両替に手数料がかかるか知っていますか よくわからない有料のところもあれば無料のところもあるそうですそれは面白い交換する前にレートを比較することが重要です絶対に最適なオプションをオンラインで確認します以前に通貨を両替したことがありますか はい、海外旅行の時もそうでした。空港の料金が高いことが多いことがわかりました。知っておいて損はありません。それなら空港での両替は避けます。代わりに何をしましたか市内の両替所を探しました。通常、そちらの方がレートが良いです。 それは素晴らしいヒントですね。外貨両替プロセスは簡単でしたかそれは非常に簡単でした。必ず身分証明書をご持参ください。それは覚えておきます。他に役に立ったものはありましたかはい。 私は常に為替レートを事前に把握しています交渉に役立ちますそれは賢い戦略ですね公正な取引を確実にするために必ずそうしますカードが使えるかどうかも忘れずに確認してください一部の場所ではそうなります良い点です。 そうすればあまりにも多くの現金を持ち歩く必要がなくなりますその通りすべてはスムーズな体験のための準備が重要ですアドバイスありがとうアンナ今はそれについてもっと自信を持っていますレッッスン9ピクニックニの楽しみねえ アンナ、昨日は楽しいピクニックをしましたかこんにちは、ジョン。はい、それが重要なことですよね。屋外で楽しい時間を過ごしました。それを聞いて嬉しいです。ピクニックに何を持って行きましたか私たちはサンドイッチとチップスを持ってきました。シンプルだけど美味しい。 あなたはどうですかフルーツサラダと手作りクッキーを作りました大ヒットでした「うんフルーツサラダは特に暖かい日には爽やかです」その通りそしてクッキーが優しい甘さをプラスしてくれます何かゲームはありましたか はい、私たちはフリスビーをしてとても楽しかったです。とても楽しかったです。それは刺激的ですね。私は屋外のゲームが大好きです。それは誰もをアクティブに保ちます。絶対に、私たちも芝生の上に寝転んで日光浴を楽しみました。 完璧ですね。景色を眺めながらゆっくりと過ごすことができましたかはい美しい鳥屋蝶も数は見みました自然にはあらゆるものを特別に感じさせる方法がありますね本当にそうなんですピクニックが人々を結びつけるのが大好きです。 私もです。友人や家族との思い出を作るのに最適な方法です同意します近いうちにもっと友達と一緒に別のピクニックを計画すべきです素晴らしいアイデアですね多ければ多いほど楽しいですそれを実現しましょうレッスン10友情は重要です ねえ、アンナ、何でも話せる親友はいますかこんにちは、ジョン、はい、ラニーは私の親友です。彼女とはすべてを共有できます。素晴らしいですね。全面的に信頼できる人がいるのは素晴らしいことです。絶対に。 彼女に私の人生経験を共有してもらえて嬉しいです普段はどんなことを話しますか私たちは夢から日々の課題まであらゆることについて話し合いますとても心地よいですそれはいいですねあなたの話を聞いてサポートしてくれる人がいることは非常に貴重です はい。そして楽しい瞬間や笑い声も共有するのでさらに良いものになります友情ににおいいいてて笑ははとても大大切切です。す一緒に過ごした大切な思い出はありますかああ確かに私たちはかつて思いつきでロードトリップに出かけましたがそれは忘れられないものでした。 それは刺激的ですね。自発的な冒険が最高のストーリーにつながることはよくあります本当にそうでした私たちは道に迷いましたが美しい隠れたビーチを発見しましたおお予期せぬ瞬間が最も特別なものになる可能性があります同意します。 何事にも挑戦できる友人がいるのは素晴らしいことです。このような友情は、私たちの人生を様々な面で豊かにしてくれます。はい。ラニーがそばにいてくれて幸運だと感じています。親しい友人はいますかはい。そうします。私の友人のマークもいつも私を助けてくれます。 それは素晴らしいことです。私たちの人生に協力的な友人がいるのは素晴らしいことです。絶対に、友情を大切にして、一緒にたくさんの思い出を作りましょう。レッスン11ビジネストークやあ、アンナ。来週プロジェクトの条件を最終的に決めてもいいですか こんにちは、ジョン、はい。物事をまとめるのは良い考えだと思います。素晴らしい。それでは会議の予定を立てましょう。あなたにとって最も都合の良い日は何ですか火曜日はどうですか午後は空いています。火曜日も働きます。午後2時と言いましょうか。 完璧ですね。すべてを見直して同じ認識を持っていることを確認できますその通り先に進む前に詳細を明確にすることが重要です「同意しました」すべてのポイントを効率的にカバーできるように議題を準備しますそれは賢いアプローチですね。 必要な書類もすべて持っていきます。完璧、会議中に情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。特に注目したいトピックはありますか予算や納期など詳しく相談させていただきたいと思います。良いアイデア これらは私たちが調整する必要がある重要な側面です。また、各チームメンバーの役割と責任についても話し合う必要があります。絶対に役割を明確にすると、プロジェクトを効率化できます。会うのを楽しみにしています。生産的になりますよ。 私もです来週もディスカッションを成功させましょうレッスン12フィットネスの冒険いやあ、アンナ、調子はどうだった新しい運動習慣を始めたと聞きましたこんにちは、ジョンはい、ありますキックボクシングをやってみることにしましたそれはとても冒険です それは刺激的ですね。キックボクシングを選んだ理由は何ですかストレス解消にもなる挑戦的なものが欲しかったのです。素晴らしいトレーニングですね。すごいですね。キックボクシングは筋力と持久力を鍛えるのに最適だと聞いたことがあります。本当にそうなんです。さらに、 クラスのエネルギーが大好きです。みんなとてもやる気があります。素晴らしい雰囲気ですね。動きについていくのは難しいと思いますか最初は難しかったですが、徐々にコツをつかんでいきます。練習すれば完璧になります。絶対に。 フィットネスレベルの変化に気づいていますかはい、より強くなり、エネルギーが湧いてきたように感じます。どれだけ進歩したかは驚くべきものです。それは感動的ですね。お気に入りのテクニックやコンボはありますかジャブクロスコンボ大好きです。 正しく実行すると力強さを感じます。想像できるよ。それらのスキルを習得することは満足できるはずです。本当にそうなんです。最近何か新しい活動に挑戦しましたかハイキングに行く機会が増えました。 自然を探索することは、私にとって冒険のようなものです。それは素晴らしいことです。ハイキングは、アウトドアを楽しみながらアクティブに過ごすための素晴らしい方法です。その通り、いつか一緒にハイキングを計画しましょう。楽しい冒険になるでしょう。レッスン13パン作りの基本 ねえアンナ私は最近パン作りに挑戦していますこんにちはジョンそれはすごいですね何を焼いていたのですか最初はクッキーから始めて次にケーキに移りましたとても楽しいです美味しそうですね何か重要なヒントを学びましたか はい、焼く前に必ずオーブンを予熱する必要があることを学びました絶対に、均一な調理を保証するのに役立ちます材料の計量はどうするの最終的な結果には、材料を正確に計量することが重要であることがわかりました確かに ちょっとしたミスで食感や味が変わってしまいますその通りベーキングパウダーを加えるのを忘れてクッキーが平らになってしまったことがありましたなんてこったしかしそれは素晴らしい教訓です何か特別な道具を使いますかはい 正確に測るためにデジタルスケールを購入しました。それはゲームチェンジャーです。それは賢いですね。私も液体と固体の軽量カップとスプーンを使います。それらは必須です。お気に入りのおすすめレシピはありますかチョコチップクッキーを作るのが大好きです。 古典的で常に人気があります。魅力的ですね。次はそのレシピを試してみる必要があります。何か秘密のヒントはありますか塩を一つまみ加えると旨味が増します。甘さのバランスが絶妙です。素晴らしいヒントです。それを心に留めておきます。 パン作りはまさに芸術ですよね。本当にそうですよ。すべては実験して自分に合ったものを見つけることです。これからもパン作りのスキルを向上させていきたいと思っています。結果を共有しましょう。レッスン14平和の遺産 ねえアンナ最近マーティンルーサーキングジュニアについて呼んでいますかこんにちはジョンはい彼は世界中の同胞や平和を愛する人々にとって非常に影響力のある人物でした絶対に彼の非暴力と平等に関するメッセージは非常に強力です。 私は彼が公民権を擁護した姿勢を称賛します彼の私には夢があるというスピーチは象徴的です本当にそうですよ彼の言葉は多くの人に正義と平等のために戦うよう促しました彼が1964年にノーベル平和賞を受賞したことをご存知ですかはいこの認識は 彼の非暴力活動への取り組みを強調しました彼の影響は米国を超えて広がります彼は世界的な希望の象徴ですその通り人々は今でもさまざまなイベントやプログラムを通じて彼の功績を称えていますマーティン・ルーサー キング・デイのイベントに参加したことがありますかはい。私は昨年社会奉仕プロジェクトに参加しました。気分が高揚しました。素晴らしいですね。恩返しをすることは、彼の功績を称える素晴らしい方法です。同意します。それは私たちに団結と思いやりの大切さを思い出させます。 私たちはみんな地域社会の平和と理解を促進するよう努めるべきです絶対にキング牧師のメッセージは正しいことのために立ち上がるよう私たちに促します彼の教えは時代を超え新しい世代にインスピレーションを与え続けていますこれからも彼のストーリーを共有し彼の価値観を広めていきましょう レッスン15賢い予算設定ねえ、アンナ、休暇の計画に具体的な予算はありますかこんにちは、ジョン。はい、私はいつも旅行のために一定の金額を貯めておきます。それは私が軌道に乗るのに役立ちます。それは理にかなっています。緊急事態に備えてベッド資金も用意していますか 絶対に不足の事態に備えて緊急資金を用意しておくことが重要だと思います同意します何かに対して準備ができていることがわかると安心感が得られます通常支出の予算はどのように立てていますか私は貯蓄、請求書、 レジャー活動を含む毎月の予算を作成しますそれは賢いアプローチですね予算管理に役立つアプリを使用していますかはい、私は家計簿アプリを使って出費を追跡しお金がどこに使われているかを確認していますそれは役に立ちそうですね私は自分の財務状況を監視するために簡単なスプレッドシートを保持しています スプレッドシートもうままく機能しますすべては自分に最適なものを見つけることですその通りまた数ヶ月ごとに予算を見直して調整することも好きですそれは良い習慣ですね予算編成に関しては柔軟性が重要です 休暇中に具体的な貯蓄目標を設定していますかはい。私は必要な金額を決定し、それを毎月の小さな貯蓄に分割します。素晴らしい戦略ですね。これにより、節約がより管理しやすくなります。確かに、時間の経過とともに節約額が増えていくのを見るのは満足です。 ご覧いただきありがとうございますチャンネル登録、いいね、ビデオやチャンネルの共有をお願いします